夫がダブル不倫中、相手女性はうちの夫の子を妊娠し中絶、ご主人とは挙式後すぐ離婚、うちの夫は女性に慰謝料請求してよいよとのことで請求しましたが、女性は金は少しなら払うが絶対不倫はやめないと宣言、今後は再度証拠を取って慰謝料請求し続けることは可能ですが、一体どうしたらよいでしょうか。請求し続ければいいんじゃないですか。食いっぱぐれないですよ。私はこの女性に怒鳴られ PTSD 拒食症を打つなどボロボロ、形相も恐ろしく老け顔で怖い人です。夫は明らかに結婚する気はなし、夫が悪いのは分かってますが女性をぶった切ってください。何度も訴えて何度もお金取ればいいんじゃないですか。要はいくらでもお金が取れる内出の小槌を手に入れたということなので、むしろお金取り放題っていうことでなんかすげえ儲かったわって話だと思うんですけど。